はい、どうも皆さんこんにちは。絶賛減量中、大会6週間切ったジンです。今日は皆さんにご報告があります。来たる8月2日 in 東京ビッグサイト、スポルテック参戦します。イエーイ。 I am スポルテック。違うか。毎年、スポーツの祭典スポルテックね、やってると思うんですけど、今年がですね8月の2、3、4に、行われます。でここで、ゼロメインに、スポルテック出すんではないんですけど、スポンサーしていただいてる金剛さんが猛烈にねでかい、場所を確保して、金剛さんのマシンを、メインに、スポルテックに参戦されます。で2、3、4なんですけど、そのうち2日は、僕がですね、一応予定では朝から、夕方までいる予定になりました。参戦させていただきます。イエーイ。でね、この減量で体バチバチでさ、顔シュッとしてちょっとね、男前風になってる時に、なんかファンの方に会うことってなかなかないし、大会の時だと大会前後のちょっとのところしか ないと思うんで、こういう時にね、ファンの方と触れ合ったりイベントするのって初めてに近いんじゃないかなということで、8月2日、その金剛さんの、ブースがあるんですけど、そこの中に、ゼロの商品も出して、その場で買って持ち帰れるように販売を、いたします。イエーイ。8月2日の10時か11時から夕方、4時、5時ぐらいまで、僕がいて、イベントを行います。そしてゼロの販売自体はその午前中10時か11時から、スポルテック終わるまでの、4時、5時までは、販売してるんで、その間購入可能です。そして、こうイベント詳細なんですけど、僕との写真撮影だったり、そういったものファンサービス的なものが13時から16時ね、この3時間の間になります。で写真撮影が基本的にこの間しか、できませんので、皆さんお時間間違いないように、お願いします。そしてせっかくね、今回ゼロの、販売させていただくんで、僕、その販売してるところにいます。いてゼロを買ってくださった方にこの僕のカード、これこれから写真ね、何種類も何種類か増えるんですけど、こちらのカードに、商品購入していただいた方は僕がサインを書いて、商品と一緒にお渡しします。はい。でこの時に写真撮影してしまうと多分お客さん詰まったりとか、全然その13時からの、写真撮影会に今度間に合わなくなってしまうと思うんで、この時は、このカードへの、サイン会だけにしますので、皆さんお間違いないようにお願いします。そして、13時から16時の、写真撮影会のイベント、ね、3時間ぐらい時間取ってるんですけど、こちらに関しては、僕だけではなく、なんと今回豪華メンバー、まず1人目、おっ、ほら、ほっ、ハガセブンが来ます。イエー、ハガ君ありがとうございます。はい。そして2人目、ツカケン、イエーイ。ね、大胸筋がめちゃくちゃ日本一でかい、ね、アーノルド・シュワルツネッガーのような体をしてるツカケンが、応援に駆けつけてくれます。そして3人目はこの間一緒に大会出た、なんと IFBB プロのファルークね、ファルークが、参戦してくれます。で4人目はですね、皆さん大好き、シャイニーあずみさんがね、普段あんまりねこういうイベントこと出てきてくれないんですけど、どうしても来てください兄貴って言ったら、わかりました、いますってことで、あずみさんが参戦してくれます。そして絶賛増量中、あきとくんです。今のところですね、このメンバーです。後ほど追加になる可能性あるんで、その時はまた SNS などに、載せてます。が、その場の会場にいて皆さんの写真撮ったり、ファンサービス、させていただきます。すごい濃いメンバーだね。でまたなんかいつもとちょっと色が違うね、ハガ君いたりとか、
塚健がいたりとかね、もちろんいつものあざみさんがいたりとかね、アキトがいたりとかするんですけど、あとファルークがね、来てくれるんで、またなんかこの間のタイアンプロの後とかなんで、コンディション多分めちゃくちゃ崩れてないと思うからね、写真撮影したり、ぜひしてみてください。そして、金剛さんのブースなんでね、そのブースの中が金剛さんの一押しのマシンがもう何十台もいっぱい並べてあるんで、皆さんね、まあ、遊園地のごとくね、ジムニーランド、ね、ディズニーランドじゃないです、その日は8月2日はディズニーランド行く人は、全部キャンセルしてください。その日は東京ビッグサイトで、ジムニーランドです、はい、金剛ブースさんでジムニーランドでお願いします。マシンもね、触っていただいたり、スタッフさんいらっしゃるのでその場で購入していただいたりとかも可能なので、ぜひね金剛ブース、遊びに来てください。で、まあ、一回ね僕絞り切って、まあ、おそらくコンディション的にあと2週間早ければ2週間、3週間以内には仕上がると思うんで、スポルテックの時にもねだいぶいいコンディションで皆さんにお会いできると思います。くれぐれも、ミスタードーナツなど差し入れは、お控えください。くれぐれも、ペヤングソース焼きそば、そして、バーガーキング、マクドナルドはお控えください。挙句の果てにこう出したりするのもおやめください。それはあいつだそれはあのステラおばさんだあいつ以外それやんないかまあ冒頭にも言いましたけど、減量中のね大会前でこういったイベントってなかなかないし、今までもね、やったことないよね。減量にあったことはないですね。し、実際このゼノをね、その場で、皆さん見ていただいて、このねスポルテックぐらいの大きな規模で、購入していただくってことも1回だけスポルテック出したことありますけど、やったことないんで、ぜひね、ゼノも進化してますし、よりいい商品今着てるこれはちょっと新作なんですけど、ちょっとスポルテックで並ぶかどうかあれですけど、スポルテックでしか、購入できない、新商品を、先行販売で、販売したりとか、再販お願いしますというすごい要望多かったアイテムの販売だったりとか、ちょっともう限定と、なんだ早い者勝ちみたいな感じにちょっとなってしまうと思うんですけど、ぜひね、金剛さんのブース、ゼロに、遊びに来てください。絶賛減量中なんですけど、僕もね皆さんに会えるの楽しみだし、ね、8月27の決戦前のね、まあ、気合というかそういったものを皆さんに、ね、ちょっと見せれたらと思いますんで、しっかり皆さんと交流して、ファンサービスさせていただいて、8月27の東京プロに、ね、最高の結果を、持ってきたいなと思いますんで、応援じゃないですけどみたいな形でも何でもいいんで、ぜひ遊びに来てください、はい。でもう一回ちょっと日程のおさらいなんですけど、8月2日の、10時から、17時まで、ゼノは販売してます。でその間で、僕がですねまずはサイン会、ね、ゼノの商品購入していただいた方へ、このカードに、ね、サイン書いて皆さんにお配りするのが、ちょっとこれはね日程の変、あの時間の変更あるかもしれないんですけど、一応10時から、12時か12時半の予定です、はい、すいません、この微調整はちょっとまた、SNS で告知しますの予定です。でそこでは、写真撮影とかしてしまうとちょっとあの流れ止まってしまってすごい大変なことになりそうなんで、そこはこのゼノの商品の購入していただいた方にこちらのカードにサインの、時間にしたいと思います。そして、13時から16時までが皆さんの写真撮影したいのファンサービスの、時間となります。でこちらの、13時から16時に、先ほど話した、ゲストのみんなが来てくれるんで、みんなと写真撮影したり、ちょっと話したりとか、そういった時間になります。ですので皆さん、一番でかいフィットネスのイベント、ね、観客の方どんぐらい動員ってたかな、多分3日間で3万人から5万人ぐらいかな、確か動員って言ってた気がします、はい、めちゃめちゃねたくさんの方が、ご来場されると思いますので、ぜひ金剛さんブース、ゼノのブースに、お立ち寄りください。234ですけど僕がいるのは2日目です、はい。ということで、皆さん、8月2日、東京ビッグサイトでお会いできるのを楽しみに、待ってます。それじゃあバイ。